今週はね、あとね、草野球の方が開幕しまして、芸人リーグ、正式名称は G リーグ。でも僕らはブッチャーブラザーズのブッチャーさんがすごい仕切ってるんで、ブッチャーリーグって呼んでるんですけど、この開幕戦があったんですね。で、結構天気がこう荒れ模様の予報が出てる日で、めちゃめちゃ風が強くて、で試合開始前から小雨が降ったり止んだりで、天気予報では、もうその時点で降ってなきゃおかしいみたいな天気だったんだけど、まあまあその、まだザーッと来ないんで、グランド使用許可もあんで、なんとかできるかみたいな。で、開幕戦がうちのチーム対ナベプロのチームの試合なんですよ。で、したら、ブッチャーコミッショナーが吹きすさぶ風の中グランドにやってきて、一応コミッショナーとしてはまあ挨拶がございますと。でしかもなんか箱持ってるね、小脇に、ちょうどこう中に優勝カップが入ってるぐらいの大きさの段ボールを俺今大事なこと言った、俺今大事なこと言っちゃったんじゃねえかこれ、あみんなに何か分かっちゃったんじゃねえかこれ、この箱の中になんとですね、ブッチャーさんが今シーズンから優勝カップをですよ、優勝カップを作りましたっつって、今まで、全部で4回大会があった、こう歴代の優勝チームのこう紐とかつけた、こう結構ちゃんとしたね優勝カップ持ってきて、これやーなんつって、ほんまやったら3万するところねぎりねぎって1万8000円やみたいなことまあ言ってるんですけどね、あのおじさんね、そういうものはねぎるもんじゃねえぞとは思いますけど、まあそのね、もともと3万円やったんやけど、ネームを掘りかけたところでその主催してた、もともと注文した会社が潰れてな、ほんでほっぽりっぱなしになっとったんがあったんやみたいな話してて、だそういうの言われちゃうともらいづらい、すごくその縁起物だから優勝カップとかね、ね、羽振りの良かった会社がゴルフ大会のために作ったやつやから、ゴルフの人形上ついとったんやけどな、もぎったったんやみたいな、もううっせえからよ、もう言うとどんどん価値落ちるから、あとあの ABC で聞いてると、すいません、あのざっくりとした関西弁の真似ムカつくんでしょうから、もうなるべくやりませんけど、それで、部長さん怖いか帰ってきて、それでまた雨降っちゃってからさ、ビニール傘持ってさ、それで試合開始前にみんな並んでるところでさ、で一応持ち上げとこうと思って、それじゃあコミッショナーから一言って言った途端だよ、あの人のまたお笑いの神のついてるところ、何年ぶりに見たろ、傘おちょこになって困ってる人もう完全昭和だよね、そのおちょこのなり方も、なんていうのかな、傘も多分専用のあれ持ってきて、あれ俺たちから見たら白のビニール傘に見えるけど、しばらくそれこそタヌキの置物みたいな感じで、ブッチャーさん片手で小脇にその優勝カップの入ったやつ抱えて、もう片方の手で傘持って、それをこう肩で支えながら立ってるみたいな状況で、でその状況でああっつったところで、うわって強い風吹いて、でかなりおちょこも粘ってる粘ってるからの一気のバンっていうやつを持ってんなこの人っていう漫画に出てくる、漫画北斎が書いたやつ、北斎が番傘おちょこの図として書いたあれと同じやつを現代にやるわけですよ、あの人。それでその後おちょこなってもうたっつった途端に、今度は、次の突風で優勝カップの蓋が飛んでいくっていうあかんあかんって言いながら、こうスーッと追っかけていって、追っかけたところでキャッチしたところがちょうどその球場の出口の門のところだから、ほなっつって帰っていく何だったのあんたっていう状況でプレーボールみたいな、そういう試合だったんだけど、まあベテラン組ではそのブッチャーさんが一人、やっぱすげえ一人勝ちですよ、ある意味ギャグの一人勝ち。ブッチャーさん自分の試合はない日だったんで、おそらく優勝カップを見せたかったんだと思うんですけども、正式には見せてないよね。何人かにあのチラ見みたいな、ね、どうしようかな、先に見せたろうかな、見せたろうかなみたいな感じで、強制的に私見せてくださいよって言わせるみたいなので何人かに見せただけで、最初で風に吹かれて帰ってたんですけど、ルーキーでは鍋プロにすげえピッチャーが一人入って、何がすごいっつっても、あれ多分ジャイアンツの小笠原でも初対面じゃ多分打てないと思う。いや、まあ小笠原も、小笠原超一流のプロですから、
それ何回か見れば打てると思いますけど、少なくとも始球式一球対決だったら俺小笠原打てないと思うね。あのね、2番手で出てきたやつなんだけど、そいつね、普通にこうゆったりとした感じで構えて、なんつったのかな、すました、こうすごく力んだ感じで、すました顔とすましたゆっくりしたフォームで投げるんだけど、ボールを離す瞬間ぐらいにこの世の終わりの痛みみたいな顔するわ。多分金玉ニッパーで切られてもあんな顔しねえよっていうぐらい、あのね、何に例えたらあの痛み伝わるかね。だいたいね、玉金をラジオペンチでこう確実に左の玉金だけ、あの玉袋の上からラジオペンチで中央ちゃんと持って、それをもう思いっきりギャってやった上に引くたち高らかに手を上げるみたいな、あれぐらいの顔するぜ。あ、投げる瞬間にすっごい顔して、でしかも投げ方としてそこまでのスローモーションが急に止まる、その顔と同時にちょっと止まりかけるわけ。止まったらボークだけど、ってなるのね。でその後ボールが、普通のボールがスーってくるのね。でもう思わずタイム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 一球でタイムタイム、あのお前痛いなら絶対無理しちゃダメだよ、無理しちゃ、え、何がですか、いやいやいや痛いんだろ肩、いや別に全然何でもないですけどっていうピッチャー、多分プロ野球選手でも人の子だから、あの顔から投げてくるボールを初球打つことは無理だって、引くよ、本当に本当に引く。これであの自分たちが打ったら、なんつうんだろう、いじめだなっていう感じのするピッチャーで、ぜひね、来週号の週刊ベースボールで、あの連続写真のやつあるじゃん、あの一流選手だけ出れる連続写真のページってあるんですよ、週刊ベースボールに、あの誰々の投球フォームはこれだっていうのありますけど、多分ね、そうね、全部で30コマだとしたら20コマ目ぐらいのところに全く違う顔で現れるから、これで28コマ目で元のすっきりした顔に戻るから、ぜひですね、あのピッチャー売り出してほしいですね。ペペ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 ペ